エンジニアとして収入を上げるなら副業もおすすめ。でもエンジニアにはどんな副業があるの？エンジニアが副業するメリット、デメリットは？エンジニアが副業先を見つける方法も知りたい。このような疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。エンジニアの副業の種類やメリット、デメリットなどについて詳しく見ていきましょう。この動画ではエンジニアの副業先の見つけ方まで解説するので、ぜひ最後まで動画を見てくださいね。この動画が参考になったらチャンネル登録とグッドボタンを忘れずに。こんにちは。今回のテーマはエンジニアの副業事情についてです。エンジニアが年収アップやスキルアップを目指すなら副業もおすすめです。でも具体的な副業の種類、メリット、デメリットなどがよく分からず一歩踏み出せない人もいるのではないでしょうか。この動画を見ればエンジニアが副業をする4つのメリット、エンジニアが副業をする2つのデメリット、エンジニアの4つの副業パターン、エンジニアが副業先を見つける4つの方法を知ることができます。では早速エンジニアの副業するメリットについて解説していきます。エンジニアが副業するメリットは次の4つ。 1. 収入アップを狙える。 2. 本業とは別の言語を学んでスキルアップできる。 3. 小さい会社で運営方法などを広く学べる。 4. 転職先が見つかる。1つ目のメリットは収入アップを狙えることです。時給3000円で月に30時間副業するだけでも月に9万円追加で収入が得られます。週で計算すると8時間ぐらいなので1日1、2時間程度しかかかりません。これで約10万円も収入が増えるので魅力的に感じる方も多いのではないでしょうか。また土日も副業に費やせば月20万円から30万円ぐらい稼ぐこともできます。2つ目のメリットは本業とは別の言語を学んでスキルアップできることです。副業で案件を探すときはもともと持っているスキルを必ず聞かれます。そしてこれまで経験がなくても〇〇のスキルがあればこの案件も大丈夫だねといった、これまで経験がなくても近いスキルを持っているという理由で副業ができることも、つまり本業で学べなかったスキルを副業で学べるというわけです。特に若いうちは効率的にスキルをどんどん身につけたいと思っている人も多いでしょう。副業で別のスキルも身につけられるので効率的にスキルアップができます。3つ目のメリットは小さい会社で運営方法などを広く学べることです。副業をするときはベンチャー企業などの規模の小さい企業で開発することもあります。この時単純にプログラミングをして開発するだけでなく、アプリの企画から打ち合わせに参加できることも。そのためアプリ開発の流れや企画の考え方なども学べます。このように副業先の環境で学べることはとても多いです。4つ目のメリットは転職先が見つかることです。本業だけだと他の会社でどんな開発ができるかといったことがわからないものですが、副業している場合は別です。副業していてこの企業で仕事するのが楽しい、この企業であればもっと成長できるかもと思った場合は相談して副業先に転職できることも。事前に職場の環境や仕事の進め方が分かっているので転職後も思ってたのと違ったといったミスマッチも起こりづらくなります。また副業先の企業から見てもどのぐらい実力のある人か、コミュニケーションは取りやすいかといったことがすでに分かっているので採用もしやすいです。そのため今後の転職活動も兼ねて副業するというメリットもあります。以上4つがエンジニアが副業をするメリットでした。続いてエンジニアが副業するデメリットもご紹介します。エンジニアが副業をするデメリットは次の2つ。1. 自分の時間が減る。 2. 体力的に疲れる。1つ目のデメリットは自分の時間が減ることです。本当は仕事していなかった時間を副業に充てるので自分の時間は減ります。ちょっとイメージしづらいという方は残業で考えてみましょう。月に30時間から60時間残業が追加されると考えるとどうでしょうか。家に帰ってゆっくりしたり趣味に時間を使うことが難しくなりますよね。このように副業によって自分の時間が減るということは忘れてはいけません。とはいえ自分で案件を探したりプログラミング講師であれば少ない時間から副業を始めることもできるので、副業の種類と案件次第で解決はできるでしょう。2つ目のデメリットは体力的に疲れることです。例えば平日の夜に副業をする場合は本業の開発で疲れ切った後に仕事をしなければなりません。そのため
体力的に疲れてしまう人は多いでしょう。また副業の仕事が中途半端に終わってしまうと、翌日本業で仕事をしている時に副業のことを考えて気疲れしてしまうことも、そういった意味では体力的、精神的にも疲れが溜まってしまうかもしれません。もしこれから初めて副業をするなら、最初は少ない時間から始められるものをお勧めします。収入が上がるからといった理由で月60時間以上いきなり副業することはお勧めしません。以上2つがエンジニアが副業するデメリットでした。それでは具体的にエンジニアの副業にはどんな副業があるのかについて解説していきます。エンジニアの副業パターンは主に次の4つ。 1. 別の会社のプロジェクトで開発する。 2. 自分で開発案件を獲得する。 3. プログラミング講師として活動する。 4. 個人でサービスを開発して収益化を目指す。1つ目の副業パターンは別の会社のプロジェクトで開発することです。別の会社のプロジェクトチームに入って開発をします。特徴は次の4つ。エンジニアとして実務経験がある人が案件を探しやすい。副業紹介サービスなどを活用して案件を探せる。月30時間から60時間働く場合が多い。時給3000円から5000円ぐらいで別の会社のプロジェクトで働く。別の会社のプロジェクトで開発する副業は本業で働く会社が別会社になっただけなので、それなりのスキルを求められます。そのため本業で実務経験が 2,3 年ある人の方が案件を探しやすいです。案件を探すときは副業紹介サービスなどを使いますが、その時も実務経験を聞かれることが多いでしょう。また月に30時間から60時間と働く時間を決めて契約するのも特徴です。時給は実務経験や持っているスキルにもよりますが、3000円から5000円程度が多いでしょう。例えば週に15時間時給3000円で働いた場合は月18万円の収入です。本業収入プラス18万円入ってくることを考えると嬉しいですよね。ただこの方法で副業案件を獲得するのは本業が忙しい場合は時間が取れず難しいかもしれません。スキルも求められるので実務経験のない初心者にとって難易度が高めです。2つ目の副業パターンは自分で開発案件を獲得することです。本業で学んできた知識を生かして仕事を自分で探します。特徴は次の3つ。納期に間に合いさえすれば自分のペースで開発ができる。小規模な開発も多く隙間時間に開発ができる。高単価を目指す場合は数をこなす必要がある。自分で開発案件を探す場合は案件に合わせてクライアントと納期を決めます。つまり納期にさえ間に合えばいつ働くのも自由です。平日の夜に少しずつ開発を進める、土日でがっつり開発を進めるといった自分のスタイルに合わせて開発できるのが魅力です。また求人サイトなどで開発案件を探す場合、小規模な開発案件が多いです。一件数万円程度の開発案件を数日で終わらせるようなイメージですね。イメージしづらい方もいると思うので、案件を探せるサービスランサーズで実際の案件例を見てみましょう。今回は本業がアプリケーションエンジニアでアプリ開発で調べた時の案件を調べてみました。1万円から2万円となっている案件や5万円から10万円となっている案件もありますね。進め方や納期はクライアントと相談して決められるので、スキルのある人であれば問題なく開発できるでしょう。数日から数週間で終わるような開発案件も多いので自分のペースで進めやすいのが特徴です。ただ高単価を目指すにはそれなりに案件数をこなさないといけません。3つ目の副業パターンはプログラミング講師として活動することです。これはこれからプログラミングを学んでエンジニアになりたいという人にプログラミングを教える副業です。特徴は次の3つ。今まで学んできた知識を教えるお仕事。未経験者に教えることで理解が深まる。ワンレッスン1時間で2000円程度の案件が多い。プログラミングの基礎を教えたり、わからないことを教えてあげたり、本業に必要な経験を伝えてあげたりと、今まで学んできたことを活かせる仕事です。未経験者に教えることで自分自身もプログラミングの基礎理解が深まるというメリットもあります。また賃金としてはワンレッスン1時間で2000円が目安で、自分のスタイルに合わせて自由に時間を入れられます。まずは少し副業したいという場合は週に5レッスン程度から始めて月20レッスンとなり、月4万円というイメージです。がっつり副業する場合は週に20レッスン入れて月に80レッスンとなり、月16万円といった形にもできます。自分の好みに合わせて副業できるのは嬉しいですね。4つ目の副業パターンは
個人でサービスを開発して収益化を目指すことです。サービスを作って収益化ってどういうこと？と思った方もいるかもしれませんね。例えばフリマアプリのメルカリを考えてみましょう。メルカリは物を売りたい人と物を買いたい人をマッチングさせるサービスです。商品を売ったり買ったりするときに手数料がかかりますが、この手数料が収益化の仕組みです。このようにウェブアプリケーションやウェブサービスなどを利用して収益が上がる仕組みを作れば収益化が目指せるというわけです。特徴は次の2つ。企画するアプリケーションの良し悪しによって収益化できるかが決まる。うまく収益化できれば自動でお金が入る仕組みが作れる。自分で企画してサービスを作るので、ヒットするサービスを作れないとそもそもサービスを使ってもらえません。そのため収益化もできなくなってしまいます。ただ人気となるサービスが作れて収益化の仕組みもうまくはまれば、自動でお金が入ってくる仕組みを作れることも。そうなれば空いた時間に別のことを学んだり新たなサービス開発を進めることもできます。難易度は高めですが、自分のアプリを作って収益化したいという人にはおすすめです。以上4つがエンジニアの副業パターンでした。最後にエンジニアが副業先を見つける方法をご紹介します。エンジニアが副業先を見つける方法は次の4つ。 1. 知人から直接紹介をもらう。 2. 副業紹介サービスを利用する。 3. クラウドソーシングを利用する。 4. 自分で営業をする。1つずつ詳しく解説します。1つ目の方法は知人から直接紹介をもらうことです。副業として仕事をするとき厄介なのが、案件を始めてみないと自分にとってやりやすい案件かわからないという点です。特にクライアントと仕事を進めるときにコミュニケーションが取りづらい、開発の進め方が自分に合っていないといったことになってしまうと副業で疲れてしまいますよね。こういった悩みは知人から直接仕事を紹介してもらえば解決しやすいです。知人であれば自分の持っているスキルや性格を知っていますし、信頼できるクライアントさんの案件を紹介してもらいやすくなります。そのためやりづらいと感じる案件も少ないでしょう。2つ目の方法は副業紹介サービスを利用することです。副業紹介サービスとは、実務経験やスキルに合わせて案件を紹介してくれるサービスです。例えばワークシップや IT プロパートナーズ、週末ワーカーといったサービスがあります。案件を自分でゼロから探すのはとても大変です。でも自分の持っているスキルや経験に合う案件を紹介してもらえば、そこから案件を探しやすくなりますよね。また経験に見合った年収の案件も探しやすくなるので、実務経験が豊富なのに単価が安いと気づかず仕事を受けてしまったというミスマッチも少なくなるでしょう。3つ目の方法はクラウドソーシングを利用することです。これは自分で副業案件を探す方法です。クラウドソーシングで代表的なのはダンサーズ、クラウドワークスの2つ。どちらが良いということはあまりないので、クラウドソーシングを使って探す場合はどちらも登録しておくのがおすすめです。ただ1点注意点として、クラウドソーシングでは低単価の案件も多いです。理由はエンジニア未経験者など低単価でも受けてしまう人が多いからです。副業としてクラウドソーシングを活用するなら、最初はあまり収入が得られないかもしれません。収入はあまり気にせず、まずは副業で開発をしてみたいといった場合におすすめです。4つ目の方法は自分で営業をすることです。クラウドソーシング以外にも案件を探す方法はいろいろあります。例えばウォンテッドリーなどのサービスがおすすめです。ウォンテッドリーは求人を募集する企業と仕事をした人をマッチングするサービスです。転職だけでなく副業の案件探しにも活用できます。人事担当者とすぐにコンタクトを取ってカジュアルな面談ができるのが特徴です。ベンチャー企業なども多いので、企画からアプリ開発する経験を学びたいという場合には、気になる企業に自分からコンタクトを取って営業をするのもおすすめです。以上4つがエンジニアで副業先を見つける方法でした。最後に今回の動画をまとめると、エンジニアの副業パターンは次の4つ。1. 本業プラス別の会社のプロジェクトに所属する。 2. 自分で開発案件を獲得する。 3. プログラミング講師として活動する。 4. 個人でサービスを開発して収益化を目指す。エンジニアが副業をするメリットは次の4つ。 1. 収入アップを狙う。 2. 本業とは別の言語を学んでスキルアップ。 3. 小さい会社で運営の方法など広く学ぶ。 4. 転職先が見つかる。エンジニアが副業をするデメリットは次の2つ。 1. 自分の時間が減る。 2.
体力的に疲れる。エンジニアが副業先を見つける方法は次の4つ。1、知人から直接紹介をもらう。2、副業紹介サービスを利用する。3、クラウドソーシングを利用する。4、自分で営業をする。こちらになります。今までエンジニアとして副業する方法や具体的な仕事のイメージがよくわからなかったという方も、この動画を見ることでエンジニアの副業パターンやメリット、デメリット、エンジニアの副業先の見つけ方などがなんとなく理解していただけたと思います。この動画が参考になったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもしていただけると嬉しいです。これからも分かりやすい動画をどんどん配信するので楽しみにしていてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。エンジニアって稼げそう。流行りのリモートで働ける企業も多いし、エンジニアに転職して働きたいな。でも何から手をつけていいのかわからないし、プログラミングってなんだか難しそう。このような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。実際にプログラミング学習者を対象に行ったアンケートによると、プログラミング学習者の 87.5%、 つまり10人中約9人が挫折を経験しているという結果が出ています。最近では独学でプログラミングを学べる環境が整ってきていますが、ただ闇雲に学習を続けてもプログラミングを習得して目標を達成するのは難しいのが現状です。そこでサムライエンジニア塾は、これまでの指導実績をもとにプログラミング学習に成功する人は普段どんなことに取り組んでいるのかを分析した結果、成功者の多くが目的・目標が明確で、それに合わせた学習プランがある、常に相談できる人がそばにいる、自己解決能力が高い、この3つを兼ね備えていることが分かりました。サムライエンジニア塾では、初心者でも学習を成功できる環境を作るために、オーダーメイドカリキュラム、オリジナルサービス開発、マンツーマンレッスン、この3つのサービスを提供しています。オーダーメイドカリキュラムは学習目的に合わせてあなたにぴったりな学習プランを作成しています。学習を通してオリジナルサービス開発をすることで、企画から開発までの流れを学べて自己解決能力を養うことができます。そして基礎学習からオリジナルサービス開発まで、専属の現役エンジニアがマンツーマンレッスンで指導をしています。今までに全くプログラミングに触ったことがないという方もご安心ください。サムライエンジニア塾を受講される方の 90% 以上が未経験からプログラミング学習を始めて、 94% の人が転職に成功しています。受講はオンラインでもできるので、パソコンとインターネット環境さえあればどこでも学習可能です。あなたのライフスタイルに合わせてご利用いただけます。あなたもサムライエンジニア塾でエンジニアデビューを目指しましょう。無料体験レッスンもやっているので、概要欄の URL からチェックしてくださいね。